どうも皆さんこんにちは、リュウジンです。習慣と子育てをハックするラジオへようこそ。ということで、このラジオでは読書から得られた習慣、子育てに関わるハックを毎朝一つお届けしております。毎朝一つと言いながら今日2本目の放送となってます。皆さんどんな一日をお過ごしでしょうか。今回は子育てにおけるアメとムチの2つの落とし穴というテーマで話をしていきます。参考にしている書籍は褒め方叱り方という本ですね。こちらすごく子育ての参考になりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。では早速結論ですが、2つの落とし穴、これ何かというと、一生与え続けないといけないということ、もう1つが子供が自己中心的な考え方になるということですね。ここを少し深掘りしていきたいというふうに思います。そもそもアメとムチとは何かというと、褒美や罰を交互に使い分けることを指しますね。これね、多分僕だけだと思うんですけど、アメとムチって聞くと、スラムダンクで言うところのゴリと小暮くんを思い出すんですよね。これ実際にその原作の中で出てくるんですけど、出た湘北名物、アメとムチっていうことで言われるんですけどね。こういう、このアメとムチを使い分ける、褒美と罰を使い分けるっていうことですね。で、実はこの二つって、その子供の行動を上からコントロールする方法という点では、似てますよね。でもこれって基本的には大人の都合なんですよ。で、そこにはその子供を操ろうっていう意図がどうしてもねありますよね、はい、というわけで、じゃあこの、それぞれをね2つの罠を、深掘りしていくんですが、まずね1点目、その一生与え続けないといけないということですが、これね例えばどれだけ叱っても子供って同じ行動を繰り返しますよね。もうわざとかと思うことに。うちの、特にね、下の娘もそうなんですけど、ご飯とかね、食べるのが遅かったりとか、すぐね、ご飯中に遊んだりするんですけど、何回叱ってもね、一緒なんですよね。毎回同じ行動を繰り返してます。で、逆にその、ご褒美の方も一緒で、与えれば与えるほど、その依存ってね、どんどん強くなるんですよね。で、これどういうことかというと、例えばその、小学校2年生のね、子供が、例えばこうテストで100点取ったよって言った時に、よく頑張ったね、お小遣い500円追加っていうふうに、おだてるのも、なくはないと思いますけど、これがね、成長して高校2年生になったと、した時に、テストで100点取ったよって言った時に、じゃあ同じようによく頑張ったね、お小遣い500円追加するよって、これでね、満足するわけないですよね。これはね、ただ、単純に金額の問題だけですけども、こういった形でご褒美っていうのは結局ね、いたちごっこなわけなんですよ。なので、そこにね、やっぱり注意しないといけないなっていうふうに思いますね。褒美も罰もどっちもね、やっぱりずっと続いていくもの、一生与え続けないといけないものだよというところは、ちゃんとね、覚えておいた方がいいかなと思います。で、もう一点目が、子供が自己中になるっていうことですね。自己中心的な考え方になるということで、これどういうことかというと、褒められ続けると、次はどうやったら褒められるかを考えるようになるんですよ。これも、よくありがちなんですけど、例えば、友達に優しくしたら褒められたっていうことで、これって、これからね、友達に優しくしようって思うのは、それはね、それで素晴らしいことなんですけど、結局これがちょっとね、間違った解釈をしてしまって、友達に優しくしている自分ってすごいじゃんっていうふうに思ったりとか、親から褒められるために友達に優しくしようっていうふうになっちゃうんですよ。これは、多分ですけど、本質って友達に優しくした結果、友達が笑顔になったというね、その結果が、フォーカスすべき対象だなというふうに思うんですけども、雑にね、褒めてしまったりすると、こういうね、ナルシストみたいなのを生んでしまうかと思うんですよ。なので、適当に褒めちゃダメだよってことですね。これね、一方でその罰も同じなんですよね。自分に罰を与える相手が悪いんだよとか、いかにしてその罰を逃れるかっていうことで、そういうふうに考えてしまいますので、結果的にね、飴とムチをこう、使いすぎることによって、子供がね、だんだん自己中になってくるよっていうことが言えるかと思いますので、注意していきましょうということですね。いや、じゃあどうすればいいのっていう声がね、聞こえてくるかと思いますけど、そういった方におすすめなのは、プロセスに目を向けましょうということですね。褒めるにも叱るにも、このプロセスがもう最重要なんですよね。これね、
細かくはその褒め方叱り方、この本にね、あのめちゃくちゃあの詳しく書いてますので、ぜひねそちらもチェックしてほしいなというふうに思います。僕はこれ見てね、本当にあの参考になりました。あのこれをね、自分の子育てにこう生かしていこうっていうふうに本気で思いましたので、ぜひね気になる方はチェックしてみてください。またね、この本あの Amazon Audible で無料で聞けますので、あのまだ体験したことないよっていう方は無料体験でこの一冊、買うことができますので、そちらの方もチェックしてみてください。僕のね、あのブログ40冊以上、Amazon Audible を使った感想と3つのおすすめのポイントみたいな感じでブログ書いてますので、そちらも概要欄の方から、チェックしてみてください。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日2本目の放送は、子育てにおけるアメとムチの2つの落とし穴というテーマで話をしてみました。まあ、結論何かというと、一生与え続けないといけないということと、子供が自己中になるよっていうことですね。まあ、この2つを、肝に銘じた上で、アメとムチね、使いすぎないように、注意しましょうというお話でした。まあ、僕のチャンネルではこんな感じで、読書から得られた習慣や子育てに関わるハックをお届けしております。もしこの放送が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで、2本目この辺で終わりにしたいと思います。以上、リュウジンでした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。